オデッセイカップ2000 International Open Pick。この放送は人と地球に夢発見ドラマをホンダ、グッドフードグッドライフのネスレ日本、カルビー、 NTT グループ、東芝と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ありがとうございます。ホンダオデッセイカップ2000国際オープンフィギュアが今年もここ代々木で行われます。今回は大会イメージキャラクターにマックスの皆さんをお迎えしています。おめでとうございます。さあ、マックスの皆さんはこの大会のためにアイススケートを始められたんですよね。そうですね、やっぱりイメージキャラクターということで滑れなきゃいけないかなと思って練習したんですよ、うん、でこの後ちょっとみんなで滑るので、緊張してますが頑張ります。はい、はい、頑張ってください。楽しみですけど、まあ、そんなマックスの皆さんの一番の今回の注目しているところっていうと。そうですね、やっぱり女子選手 の演技にすごく注目してるんですけど、長野オリンピックで銀メダルを取ったクアン選手とブチルスカヤ選手の女の戦いにちょっと楽しみにしています。はい、国際オープンフィギュアこの後すぐです。西暦2000年、記念すべき1年の幕開けにふさわしい華麗なる美の共演、ホンダオデッセイカップ2000国際オープンフィギュア選手権大会。プロフェッショナルとアマチュア、トップスケーターたちのビューティフルワールドを東京国立代々木第一体育館からお伝えしてまいります。さて、実況席解説はお二人です。世界に向けて笑顔の3回転半アルベールビルオリンピック銀メダルの伊藤みどりさん、そしてカルガリーオリンピック日本代表は中学3年生でした、じゅんじゅんこと八木沼純子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まず伊藤さんから見どころの方をお願いします。はい、やはり何といってもクアン選手対ブチルスカヤ選手のこの対決が楽しみです。はい、そうですね。そして私は、男子、まず先日行われた全日本でとても、素晴らしい演技を見せてくれた本田選手、本当に彼の4回転期待したいと思います。そしてスペシャルゲスト、一緒にいてくれてよかったマックスの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マックスの皆さんは今回大会のイメージキャラクターということでフィギュアスケートに挑戦されたわけですが、レイナさん、はい、練習当然したわけですよね。そうですね、そう、ブチルスカヤ選手に教えてもらったんですけれども、はいはい、さっき後ほど、後ほどじゃない、さっきほどですね皆さんの前で滑ってみたんですよ、でもすっごいなんか気持ちよくて、なんか初めにちょっと滑れるかなって心配だったんですけど、なんかすごく楽しかったです。はい、はい、そして皆さん今日はどのあたり注目しますか。はい、そうですね、やっぱり女性の演技が楽しみで、振りの参考になるかもしれないのでしっかり見たいと思ってます。これからフリープログラムをお付き合いください。はい、はい、さて、この大会も特別協賛をいただいています。